覚えてますか。すごい沖縄ツアーで楽しくやらせていただいた以来なので、もう1年以上、そっか、1年以上か、浜野君楽しかったですよ。率直に楽しかった。新曲もあのなんかちょっと 歌ったのあったじゃない、なんとかの2人、夕暮れの2人、何だっけ、新曲歌ってたじゃない、夜明けの僕らとか、あとは劣等感のプリズム、夜明けの僕らは、あの僕ですか、僕と鎌野くんと関係ない、なんとなく雰囲気的にさ、雰囲気的に、でもそれこそ、あのその前回のね、去年の5月ツアーの時に、名護で、あの公園でちょっと時間潰したじゃないですか。名護だったっけ、名護の海沿いの、あったね、あったね、そうだ、名護だ、そう、あの時に、あのまあ、降ってきたっつったらかっこいいですけど、やっぱそうだよね、そう、俺絶対あれ、俺と鎌野君の情景浮かんだのと、あの時にね、なんかあってあって曲に乗せてる、いやーすごいすごいね。いや僕もなんか宮古島行って今回ね、2回目の時はで、去年は浜野君に連れてもらって今回 ね、僕一人で行った時に、宮古島で作ったんですよ。なんかね、やっぱりね、やっぱ影響されてるんですよ。ハマるといいって言ってくれるってことは。あれめっちゃただ泣きたくなる。ただ泣きたくなる。よかったっす、ね。お互い褒め合ってますけれども。ね、そして浜野くんは、来年の7月27日のシュガーホール、どうですか？いやどうですかじゃないっすよ。行くっつってんだろうが。行きますと思う。いやもう嬉しいよ、ね。ちゃんとそこのスケジュールもちゃんと、もうカレンダーにも書いてある。あ本当？嬉しい。もうバッチリです。僕もじゃあ頑張って、あのちゃんとあの メンバーも集めて、そして集客も作って最高のライブにしたいので。かっこいいちょっとライブやりましょう。やりましょう。ねえ。でも楽しく、なんか何かね、なんかねこう。すごい充実感と、もっとなんか浜野君とこのツアーやりたかったなって思いが、ああでもそうですね、なんか、ね、なんか宮古とか行った時は、結構話し込んでくたくたになったじゃん。そうですね、それが、すごくなんか充実感があって、あ今回はなんかエネルギーがまだ あったまま帰るから、あもう広近とこれで別れるんだみたいな、なんかあの時ね、もう5日間ぐらい一緒にいたからもう嫌だなって思われてないから、ないない、あのくらい話せる仲間が、ね、いるっていうのはめっちゃ話したんですよ。もうこの年になってなかなかいないから、なかなかでもそうですよね、だから浜野くんが頑張ってる姿を見ながら、でも元気、本当に体調どうかなとか気になったりもねしてましたよ。いやね、お互い共演のあこさんとかも、あらあすごいね、強メッセンジャーが届きます。はい、という感じでやってますので、浜野くん本当に年間100本以上やってすごくタフになってる浜野くんを見て刺激受けましたよ。いや嬉しいです。ありがとうございます。でもまだもっと頑張って、お互い、いや頑張って、もう精進して、はい、お互いですね。レコーディング頑張ってください。いいもの。なんとかの2人も作るんで、あもちろんもちろん、嬉しい、嬉しいね、じゃ あの最後にあの僕の YouTube 見てくれる、ね、沖縄ファンとか県外のバサラの、あそうですね、はい、あまたね、具体的にはまだねツアーとかまだ決まってないですけど、絶対必ずやそんなに間が空けず、また歌いに行きたいと思ってますんで、またお会いできたら嬉しいなと、その時はまた成長した浜野浩親を見せられるように、頑張っていますんで、ぜひぜひまたお会いしましょう。はい、ということでございました。じゃあ、いつものやつでお借りしますよ。わかりますか？もちろんですよ。めっちゃ見てますからね。そう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 。行きますよ。今日も一日、サラバンジー浜野くんでした。